皆様おはようございます。いつも無駄なしまかない道場ご視聴ありがとうございます。はい、お湯ですね。お湯に 1% から、まあ、2% ぐらいも入れちゃっていいかなみたいなね、お塩ガツンガツンパラレが溶かしました。本日短い動画になります。おつまみもやしね、沸騰したらもやしガツンガツンパッカリの酢ですね。はい、まあもやしが進むくんみたいなね感じですね。ガンガンガガンガガガガンガンですね。はい、ちょっとね、もやしを茹でていきましょう。はい、その間にレーター作りですね。はい、でボウルに鶏ガラスープの素、シャンシャンシャシャンシャシャシャンシャンですね。はい、それからごまアビーリ、ごまアビーリ、おお、もうガンガンぶつかっちゃってんだけどこれ、うん、大丈夫っすかーみたいなね。はい、ごまアビーリ適当ね、バツンバツンと入りましたよ。豆板醤ね、はい、豆板ジーンですね。あ、バツンバツンパラライカとね、はい、よく混ぜ混ぜ混ぜんこ混ぜ、リーノスケですね、入りました。はい、そしたらね、あとお醤油少々入れますよ。はい、お醤油ですね、お醤油ね、少々でいいです。あ、パッツイーノスケと、お、パッツじゃん。はい、こんなもんだ、オッケーオッケー、ベリーオッケーではないでしょうか。はい、そしてさらにブラッキーペッピー2振りぐらいね、あ、ちょっと今シャンシャンシャンで3拍子いっちゃったけどね。はい、あとはね、これ混ぜときます。ガツンガツンパッカリイノスケですね、ガツンガツンパッカリ。はい、それはヤシも茹でるの待ちましょう。はい、ということで、もやし茹でること1分半から2分ぐらいですね。はい、火を止めてね、ざるに入れてよく水を切ってからさっきのタレとあえて出来上がりです。はい、ということでヤシもですね、バッツンバッツンバッツリイノスケとね入りました。あとはね、これあえるだけ、ガツンガツンね。はい、これ熱くてもうまいし、冷えててもうまいみたいな、ね、感じです。俺冷えてるの好きだよって方はね、これ混ぜ混ぜしてからね、それに放置して冷やすようにしてください。はい、それではね、よく混ぜてお皿に盛り付けて、食してまいりましょう。はい、ただいまですね、テーブルの方におつまみ茹でやしもですね、おつまみ茹でもやしね、運んでまいりました。非常に簡単でしょうね。今日はもうすごい短い動画になるんじゃないかと思われますがね、いただいてみましょう。下の方にややタレ溜まってるね。うん、いただきまーす。まあうまいね。これもやし3袋一気食いできるね、これね。はい、ということで本日も最後までお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。本日はね、超スピーディー、安いリーズ、そしてデリシャスね、おつまみゆでもやしの作り方、これ動画にしてみましたので、ぜひ皆さんもね、まねっこまねっこまねまねしてやってみてください。そして皆様に一つお願いございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマイク1票を入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。ゆでもやし最高だから。